います。まず東ドイツフォイトの演技で始まりますが、このコトブスはベルリンから南へ車で2時間、この大会がこの町の年中行事になっているそうですね。そうですね、なかなかお客さんも楽しみにしているようです。この国際体操競技会、東ドイツのフランカ・フォイト、最後フットサークルから前方宙返り降り決まりました。体が大きい選手です。はい、本当にダイナミックに見ますね。